さあチームスタンダードジャンピング始まります。ノルウェーのジャッジテストランです。非常に難しいコースになってます。リアスイッチで処理したスラロームの入り口真横に入ります。まずトンネルトラップをどうしましょう。うまく入れました。そして2つ目のトンネルトラップ、うまい、おお、うまいです。おお、はい、うまい。おー、スイッチをしないで処理しました。さあ、おっと、最後飛んでません。36秒が標準タイムでしょうか。さあチームスタンダードイスラエルから始まります。イスラエルのフラットからですね、再開。スタートは OK になってます。さあ同時スタート出ました。先行スイッチしない、横に入れました。手に入りました。スタートのバーが落ちてます。イン側に入ってトンネルトラップを処理しました。アウトからかぶせる、 OK ですね。うまい。ここは気をつけなきゃいけません。おっとー、コース間違えました。同時スタートでアウトからかぶせます。スラロームの入り口は先行スイッチで処理します。スラロームの頭で先行スイッチ、これはいいですね。旋回傾向を出してイン側に入ります。でイン側でトンネルを処理します。さあこの後2つ目のトンネルはスイッチを使うんでしょう。スイッチ使わないでアウトからかぶせます。この方がハンドラは動きやすいですね。ハンドラの動く余裕がかなりあります。先行スイッチ、ちょっとバーが一つ落ちました。はい、44秒です。イスラエルの3投目です。ここは完走したんじゃないでしょうかね。アビリティの方はうまく体使いました。早い。さあ先行スイッチをするのかしないですね。待ちました。さあトンネルを、はい、うまいですね。さあここもアウトからかぶせます。うまい。アウトからかぶせます。おっと拒絶を取りました。完全に拒絶ですね。先行スイッチ、リアスイッチから先行スイッチ、はい、ここは
障害の間を抜けました。そうです、先頭スイッチをしない。おっと、ここは拒絶です。間を抜けれるか。おお、デンマークです。いいスタート。先行スイッチをするのか。出ました。しないです。リアでスイッチして、もうリアですね。スイッチしないでそのまま行きます。フェアスイッチ。ここも先行スイッチはしないでしょう。うまい。非常に難しいコースになってますね。スタンダードのジャンピングのコースです。おー、たまい。デンマークの2投目です。ボーダースタート若干バッティング気味でしたけども、おー、うまく多くトレーニングされてますね。この辺はうまい。この辺はさすがです。かなりスピード乗ってます。スイッチで、リアスイッチで勝利します。抵抗のハードルがかなり多いセットですね。デンマーク4投目は失格です。アルゼンチンの1投目です。安い。先行スイッチ。あんまりやる気ありません。これは拒絶を取るでしょう。
はい、多くトレーニングされてます。さあトンネルトラップ、うまく抜けました。ちょっとコースを分かんなくなりましたでしょうか。ハンドラー思い出しました、どっかの選手に似てますね。はい、全長が167m、 標準タイムはこれは拒絶を通るでしょう。取りませんね。37秒のようです。前アルゼンチンの3投目です。トンネルトラック、2つ目のトンネルトラックにかかりました。なるだけで済むようなコースじゃないですね。ちょっとしたハンドリングミスで失格してしまいます。この人足が遅い。そうですね、この差では無理ですよね。3本目です。また昨日の再現ですね。失格です。南アフリカの4投目です。南アフリカは3投とも失格してしまいました。非常に難しいコースです。しない。
南アフリカは4頭とも失格です。非常にトラップ性の強いコースです。スウェーデン1投目スタート OK になってます。出ます。ではセーフです。さあこのセーフです。おっと外側行ってしまった。リアスイッチでですね。おー、あっ、バー落とした。これを先行ピッチをしました。33秒台ワンミスです。2番目ジェネレ、ブルーですね。この辺失格です、ね、え遠くで犬より遠いとこういうミスはどうしてもきますね。ねえ犬より遠いとこのトラップ性の強いコースは辛いですよね。スウェーデンの3投目です。さあ非常に難しいコース最初の場落としました。先行スイッチで処理します。トンネルもちょっと危なかったですね。非常にトラップ性の強いコースです。最後も拒絶です。さあスウェーデンの4投目最後です。タービレンリアスイッチを使いました。このコースはあまり犬と離れたくないところですね。失格です。この位置からのスタートです。サリーネはいません。さあイザベル先行スイッチというよりこれはもうアウトコントロールですね。ここは先行スイッチです。でスラロームの頭で先行スイッチですね。さすがです。で完璧にここは勝利ですね。さあアウトからかぶせる、うまい。よしさあ先行スイッチをした、うまい。 OK、はいはいはい、はい、はいはい、はい、はい、最後、去年だ、失格だ。最後はここの最後はちょっと安易な処理できないですね。クリスチャンです。アジリティでは、ぶっちぎりでトップになってます。
言うほどではないですね、タイムね。さあ個人戦では、ジャンピングで一つ、ロングジャンプを引っ掛けました。さあ王者フランス、今年はとんでもない苦しい戦いです。さあプチン、さあこの辺はもう手のもんです。さあインには入らなかった。おっとここで先行スイッチ、旋回傾向を作った。さすがですね。ああ無理があった、これは無理があった。ここも若干に無理かけましたね。すごいスピードですね。しかしここで先行スイッチした。うまいうまいうまい、この処理はうまい。タイムは33秒台です。ワンミス。さあパトリック、今日はちょっと屈辱的な失敗です。さあクリスチンもイザベルもハンドリング破綻しました。ああパトリック、こういうコースなら任せとけというパトリックです。 OK。 さあ先行スイッチ、さあはいはい、さあいった、うまい、 OK。 押した先行スイッチ、そうだよしはい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 、ポーランド、アメリカンスタッフ、スタートは OK です。同時スタートしました。アウトから抑えきれますか。これは無理がありますよね。拒絶です。世界大会の、チームジャンピングレベル3のコースです。これも拒絶ですね。レベルは3ですが非常にトラップ性の強いコースになっています。ハンドリングミスが失格に直結しています。もっとこれはなんとかセーフです。性の強いコース、これはアウトから抑えるんでしょうか。アウトコントロールですね。おっと際どい、先行スイッチを入れました。一生懸命走って入れましたけど、この人足が遅いもんですから。もう標準タイムをクリアするのはまあ難しいですね。若干ハンドラに絡んでますね。42秒、3投目です。オーダーボール、手の合図は出てます。アウトから抑えるつもりですけども、出ちゃったら終わりですね。もう大変なことになってしまうね。 OK。 おっと接触を取ったんでしょうか。これはセーフです。
トラップ性の強いコース。リアでスイッチをした。これはやっぱり迷いますね。トンネル嫌がりましたね。非常に嫌がりましたトンネル。はい、40秒台。ポーランドの4投目。アウトコントロールですね。スラロームは綺麗に入ってます。さあトンネルトラップに向けて前セーフ。さあここ先行スイッチをした、うん、うまい。タイム的にはちょっと苦しいですけども、おっとバーが落ちた。バーも落ちやすいセットが多いですね、この配置は。おっとまた落ちた。39秒です。スロベニアです。スロベニアのクロラブです。同時スタートできました。リアスイッチ、先行スイッチ。クロラブは楽しんでますね。パンドラは苦しんでますけども今楽しんでます。はい、ノーミスでいってます。スロベニアの1投目。はい、あそこだ。あ、ワンミスになってますね。スロベニアのこれ甲高い声のスタービルじゃなかったでしょうか。インスタート。はい、ショートカット起こしました。手立ちが2つになってます。もう一つ失格です。三つ目は大丈夫ですか。おっと失格です。スロベニアの二投目はマリノワです。出ます。綺麗に入れました。はい、うまい。さすがですね。この人はもう何年も出てます。あ、このコースは油断できません。スロベニアの3投目です。コーナーポリ4投目、4投目です。リアスイッチでしょうか。これは速いですよね、このボーダー。魅力的なスピードを持ってます。先行スイッチを入れた。さあ走り切れるか。はい、見事。ここからどうするんだ。このコースは安心できません。やったと思って安心してるととんでもないことになります。あ、うまい。 OK。おっとぶれましたけども、遠隔でというよりもこれハンドラーが離されてしまいましたね。うまい。はい、34秒台出ました。クロアチアです。キャプテンアレさあキャプテン、このコースどうこなす。キャプテンのね、この足の動きに注目しなきゃいけないですね。
点はね、難しいコースは案外雲のこなすんですね、この人は。簡単なコースでよく失敗しますけどね。これは拒絶は取られません。はい、うまくいってます。さあ、安心はできます。先行スイッチ入れた、うまい。ほら、この足ですね、まっすぐに入れました。さあ、キャプテンどこ行くんだ、大丈夫か。おー、OK です。はい、はいはい、35秒台です。このミス、さあ、チェリコです。この周りは普段はすごくおとなしいんですが、アジリティになると戻します。さあ、テリコどういう走りを見せるのか。犬よりも人間の走りですね。ジャンピングチャンピオンになってます。おととしのジャンピングのトップです。あーっと、早速ミスしました。ミスしてから後が早い。先行スイッチ、いくらでも脚力あります、この人。速いなんてもんじゃない。そう、最初からこうやっとけというような走りですね。もうねえ、足さえあればこのコースはなんということないコースになってますよ。もったいないですね。34秒台、拒絶が一つあって34秒台。キャプテンの2投目、クロアチアは4投出してますけど、1投はシーズンです。クロアチアシェパード、テンションはもう十分です。さあ、これはラップを狙いたいキャプテン。おっと、バー1つ落とします。先行スイッチ、スラロームの頭で先行スイッチ、ここも先行スイッチ。さあ、トンネルトラップをこのまま回避ですね。それからどう動くか。アウトからかぶせる、うまい。さあ、バーはありません、1個ありません。おっと、これは拒絶だ。キャプテンはこういうのが多い。さあ、2ミスになってますね。34秒台拒絶したベルギーです。ベルギーのこれ年いったボーダーですね。もう真っ白です。ベルギーの1投目です。アウトからかぶせます。スラロームの頭は先行スイッチで、おーっとショートカットしちゃいました。これは拒絶が2つになります。うまい。おー、この辺はうまいですよね。スラロームの拒絶2つ取ってます。取ってるじゃない、取られてます。そう、うまい。さあ、ベルギーチーム、この後サリーが走ります。サリーの走り、あまり注目したいです。3秒台ケルビー先行スイッチで勝利します。おー、これが正解でしょうね、ここは。おーっと、この先行スイッチはちょっとハンドラーの動き悪かったです。このバーは直しされます。さあ、トンネルトラップはどうする。処理しきれませんでしたね。ベルギーの3投目です。ベルギーはあの黒いボーダーです。先行スイッチで処理します。トンネルトラップはトンネル、スラロームは先行スイッチですね。
最初の抵抗ハードル間に合うか。間に合いました。拒絶失格です。一瞬の油断もなりません。犬と離れてはいけません。さあサリーです。個人のジャンピングでは非常にいい位置、個人戦では非常にいい位置につけてます。サリー・アンドリュー、あのボーダーはテンション十分です。サリーはアウトからかぶせます。非常によくコントロールしてますね。先行スイッチでね、エアプレーンで処理しました。細谷さんみたいですね、大阪の。うまい、この辺はサリーはうまい。おっと、ちょっとそう、うまい。さあ、うまい、この辺はもう非常にうまい。サリーはどこ行く。なってるんでしょうか、どうなんでしょう、ちょっと分かりませんけども、パトリックとどっちが早かったでしょう。フィンランドもう出てます。はい、綺麗にスラローム入れました。さあトンネルトラップをアウトからコントロールしますね。うまいですね。この辺はハンドラーがもうちょっと見失いましたね。ハンドラーがもう見失っても不思議なほど、不思議でないほど。はい、とも簡単にトラップに下がりましたね。非常にトラップ性の強い、後から後から、まだ1回、ターベレンの1投目です。もう1投のターベレンの方が速い。三笘さんのクラブのハンドラー出ます。リアで処理しましたね。おーっと、ちょっと際どかったですね。アウトで処理しました。うまい、うまい。今日は落ち着いてますね。昨日ちょっと硬かったですけど、今日は落ち着いてます。おお、ね、普段通りのハンドリングができれば。36秒台でフィンランドの3投目です。出ました、先頭スイッチ。ここは先頭スイッチしません。うまい。そしてスラロームの向こう側へ行ってます。そうするとここが楽ですが、ここは先頭スイッチしないで処理しました。うまいですね。ここは先頭スイッチをして、うまい。今のクラッピング効いてますね。非常に今日は動きいいですね。フィンランドの人はかなりリラックスしました。おーっと、そこはね、止まっちゃいけないんですね。ハンドラー入れ切れないと、動き切らないといけないところです。さあターブレン、ちょっとターブレン興奮してますね。大丈夫でしょうか。早いターブレンです。ベストラップ出しました昨日。早いタービレンです。おお、犬は十分です。さあ先行スイッチです。はい、スラロームはうまい。
ねえ、先行スイッチだ。さらにこれはあれですね、あのコスケ文通りですね。はい、うまいうまい。ハンドラーは先行しすぎなかったです。うまい。遠隔が効かない効かない効かない。あー、ちょっとイージーでしたね。遠隔効きませんでした。あー、もったいないことしましたね。シルビアです。2個もジャンピングはかなり速い。速そうに見えませんけど速いです。2個アウトコントロールです。スラローマ先行スイッチで処理します。これも頭で先行スイッチします。エアープレーンで処理しました。さあ、うまい。そう。お、この辺のクラッピングうまいですね。うまい。さあシルビア、さあエアプレーンです。イタリアチームみたいですね。さあ、ここはリードした。うまい。このハンドルもうまい。32秒17、ベストラップです。さすがシルビア。ドイツの2投目、ボーダー、これもアウトから抑えます。そして先行スイッチをします。頭で先行スイッチします。アウトから抑えます。うまい。非常にうまいです。先行スイッチをします。うまい。あ、心はうまいです。抜群にうまいです。そう、入れ切るまで走らなきゃダメです、ね、ちょっと膨らみましたけども、タイム出てくるんじゃないでしょうか。34秒台です。さあ、刈り上げの兄ちゃん、ドイツチームの新顔です。ほぼ同時スタート、先行スイッチ、アウトハンドを使いました。左手は怪我してるんでしょうか。さあ、トンネルトラップは体でカバーします。この子はよく頭に入ってます。コースが、そうです、コースの要点が全部入ってます。先行スイッチ、よーい、すごいすごい、うまい。そう、うまい。はい、完璧に頭入ってますね、コース。はい、ドイツチームの最後です。ボーダーボリ、ドイツは全部ボーダーです。出ました、先行スイッチ、頭で先行、エアプレーンです。アウトから処理、先行スイッチをしないで、おっと、エアプレーンで抜けました。イタリアチームみたいになってきましたね、もうドイツチームも。ここもエアプレーンです。そう、すごい。タイムロス最小限に抑えてます。さあ、フィニッシュ。前。33秒台で来ました。イタリアです。さあ、5本家エアプレーン。目の前でドイツチームにもう散々エアプレーンやられました。これがエアプレーンだというぐらいやられました。イタリア真っ青です。先行スイッチです。この人は手も足も長い。すごい、なんかドイツチームに似た動きになってきましたね。体開いてます。ちょっとこの
ハンドリングをいただけませんけども、スピードにつながってないですね、これはね。はい、1投目しかし、ノービス33秒台。2投目です。マチューイレーネ、イレーネです。そうそうそう、イレーネ頭から押さえます。アウトコントロールです。完全なアウトコントロールですね。イタリアのアジリティのインストラクターです、イレーネ。今のイレーネ取れてないかもしれない、録画になってなかった、失礼しました。せっかくのイレーネの動きで、なんだ、失敗しちゃった。3投目です。これがマチルダですね。先行スイッチですね。ここも先行スイッチです。さあ頭はどうする、頭は先行スイッチしませんでした、膨らみました。今のうまい、おお、非常にうまいですね。今のトンネルトラップの処理は、ここもうまいです。リアでこれだけ処理、コントロールすると非常にうまいですが、お、今の回転拒絶取りました。ブーイング、ブーイング、今のは拒絶じゃないんじゃないでしょうか。かなりブーイング出ました。おお、さあイタリアすごい怒ってます。拒絶になってます、確認が入ってます。おおっと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 、これはまあ、体勢に影響はないですけども、3投目、4投目か、4投目です。イタリアチーム、さあこれ非常に動きのいいボーダーですね。非常に身の軽いボーダーです。うまい、うまい、この辺もうまいね。おっと、バーが落ちました。素晴らしいスピードしてますけども、バーが1本落ちてます。33秒台、チェコです。先生どうなってんの、ノーミスか、俺が書いた、もう一つの紙に成績タイム差とかなんか出てる、10席までのアウトからかぶせます。スラロームの入り口は綺麗にいて、そっち向こう側走れます。先行スイッチをしませんね。さあうまい、これが遠隔ですね。遠隔で処理しました。と逆に回してしまいました。引っかかってしまいました。まず1投失格です。チェコの2投目トライのボーダーですね。かなり大きいです。バーニーズみたいですね。チェコはチーム11位です。出ました。そうそう、このおばさん、よく手が動くおばさんですね。先行スイッチしない、手はすごく動いてます。フラッピングうまい、先行スイッチうまい、さあここは、おお、すごい、先行スイッチを入れた。足は遅くても先行スイッチは入ります。さあうまい、非常にうまい、今の勝負34秒台です。チェコのシェルティ、スタンダードクラスのシェルティは2頭出てます、この大会。そこそこ速いです。
ちらかといえば同時スタートでました。先行スイッチです。チェコから応援すごいです。うまく入れました。非常に綺麗に入れました。若干スピードにかけますが危ない。ちょっと触れた。あ、中入ったものを呼びます。39秒台。チェコの4投目です。ボーダーコイン、ハンドラーかなり、犬は遠いしハンドラーは遠いし、アウトコントロールになります。うまい。頭で先行スイッチですね。もう一つ先行スイッチしませんね。うまい。チェコは2つ目のトンネルですね。ちょっとブレましたけども大丈夫です。ここは先行スイッチです。会場が盛り上がってます。ポルトガルです、10位、チーム戦は10位です。もうタイムはワンミスになってますが、さあノーミスを揃えたいところじゃないでしょうかね。しかし非常に危険なコースです。ノーミスを揃えるよりもとにかく完走失格しないようにいかなきゃダメです。このコースそれがしかし許されるようなコースじゃないです。このコースはね、安全策は取れません。ミスの一つや二つ何ともないのないですね。珍しくスラロームでミスです。先行スイッチをしました。さあトンネルトラップをどう処理する。うまい。先行スイッチです、はい、ここも固くいきたいところ。はい、さあここまで来ればちょっと偉いとこ行っちゃった。はい、うまい。さあこの犬は完走はできるでしょう。まあいいとこ行きました。はい、OK。 42秒、ミス2つです、ボクサーの2投目、ポルトガル2投目です。ボクサーです。1投目は2ミスになっています。昨日1ミスでした。10位、チーム戦10位につけてます、ポルトガル。今日はもう1投も走っただけで2ミスになってます。なんとかノーミスを揃えたいところでしょう。非常にしかし難しい。トラップ性の強いコースです。セーフです。まだセーフです。まだセーフです。おっと、これは拒絶になります。これは完全に拒絶になります。これでよくてもワンミス増えます。昨日よりワンミス増えてしまいました。フィニッシュのこの処理はいいですよね。フィニッシュはこれが一番いいと思います。40秒台、3投目です。ポルトガル、チーム戦10位のポルトガル、ワンミス、トップとは17秒の差があります。トップアメリカと17秒の差、1投目2投目とミスしてしまいました。できるだけミスを少なく、かつ拒絶を少なく、失格をしたくないところですが、3投目の犬も、拒絶を1つ取られています。トンネルトラップ、1個目のトンネルトラップ、そして2個目のトンネルトラップ、これだけ先行っちゃうトラップですね。そして安心ができないところがこのコースです。かなりリードアウトしました。 K です。そして先行スイッチでここへ来てるトラップですね。
ンドラーかなりリードアウト、しかしインスタートです。インでリアスイッチで勝利ですね。犬からかなり離れましたけどスラロームで追いつきました。遠隔で勝利しました。いいところまで来てます。遠隔で勝利してます。スペインで処理しきれましたけども、あまり遠隔は使わない方がいいんじゃないでしょうかね。このコースは犬から離れない方がいいと思いますが、うまい。うまい。ちょっとタイムはロスしてます。おーっとハンドラーコースが分かんなくなった。1投は3投です。スペインの3投目です。9席だよな、9位だよな。アウトコントロール。さあ1投はパーフェクトラン、1投は失格になりました。スペイン3投目です。先頭スイッチをしないで、結構速いです、このボール。うまく入れました。おっと、ちょっと見失ってられません、このコースは。値段も隙もないコースです、この。はい。さあ、ノーミスで行ってます。ノーミスで行ってます。最後。同時スタートしました。テンションを上げといて、テンションに不安があるんでしょうか。先頭スイッチしますね。おうまい。さあノーミスでいってます。さあノーミスだ。タイムは大丈夫ですね。ノーミスで、ノーミスです。さあノーミス3つ揃いまして、スペインがトップになりました。昨日のチーム戦の8位ブラジルです。ブラジルはここまで来てます。ワンミスでトップと12秒差です。ワンミスです。まずは1投目、ブラジルの1投目です。アウトから抑えます。スタートです。スピードには欠けますが、ハンドラーは確実性に焦点を置いてハンドリングしてます。よく知ってます。アジリティ確実に確実にいってます。そうですね、 OK です。そうです、非常に硬いハンドリングになってます。スピードよりも、はい、見事。しかしタイムをオーバーしてます。38秒台です。アブさんです。ブラジルの2投目アブさんです。1投目はノーミスですがタイムオーバーしてしまいました。さあアブさん、アウトから抑えます。スラロームの頭で先行スイッチ、ここも先行スイッチ、走る、かなり速いです。うまい、うまい、うまい。
ってますね。もうノーミスに焦点を置いてますよね。無理する必要ないです。37秒台です。タイムをオーバーしてますね。ブラジルの3投目です。タイムオーバーしましたんで、順位は1つは落ちます。スペインが、ブラジルの上に行くことになります。スペインは3つのミスでした。うまい。落とし穴がいい。おー、ドバー落とした。非常に多い。このチームジャンピング、これは拒絶になってます。手上がってます。ミスが2つになってます。はい、36秒台ですが、スミスです。さあ、アブさんの2投目です。ブラジルは標準タイムノーミスでクリアはできてません。ノーミスの犬は標準タイムをオーバーしました。標準タイム内の犬は2つミスしてます。アブさん2投目、ブラジル最後の犬です。アジティよく知ってきましたね。本当にうまいね。昨日の時点で7位、減点が1つ、ミス1つ。オーストリアの1投目です。マリノア出ます。拒絶です。まずミス1つが出ました。このコースブラジルにやられますかね。おーっと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 、ハンドラーの集中力が今一つだったでしょうか。オーストリアの2投目です。1投目の犬は失格になりました。さあ、ミス1つでも大きく 順序変わります。失格するとすごく点順位が悪くなります。非常にうまく入れましたけども、犬からは若干遠いような気がします。さあ、まず1つ目のトラップ、犬のトラップ1つ目は OK。 さあ、犬から離れると苦しくなってきます。遠隔を使います。うまい。今のはよくコントロールしました。うまい。はい、うまく切り抜けました。ノーミスでいくでしょう。まず1投はノーミスです。34秒台です。さあ、3投目ですね。オーストリア1投はシーズン圏です。この人はよく出てくる人ですが、ちょっとハンドリング荒っぽいです。このコース攻略できるでしょうか。まず1個目のうまぎ、これはセーフです。さあ、2つ目のトラップ、2つ目もセーブです。さあ、仕上げはうまくいくか、引き流しは大丈夫か。ちょっと横目で見ましたけど大丈夫です。さあ、フィニッシュです。フィニッシュです。ノーミスでいきたい。ノーミスでいきたい。ノーミスでいきたい。 OK です。ノーミスです。失礼しました。シーズン限定ありません。誕生日のだけです。このハンドラーはどうやら今日誕生日のようです。さあ、誕生日を飾ることができるか、それとも悲しい誕生日になってしまうのでしょうか。さあ、まず第一のトンネルトラップ、これは拒絶はないです。さあ、2つ目のトンネルトラップ、スピードは十分だ。さあ、パーフェクトランでいきたい。
うまい、パーフェクトランでいけば、ね、嬉しい誕生日になります。さあフィニッシュ、フィニッシュ、あともうちょっとです。はいはいはい、 OK です、やりました。はい、もう思い出の誕生日になるんじゃないでしょうか。最高でしょうね、神さんの贈り物ですね。これタイム変わってしまいました。オランダです。7位？6位、オランダ。ワンミスです。うまい。オランダボーダーです。リードは圧倒的です。さあ、この難コース、このスピードでクリアできるか。好タイムでクリアしました。33秒台です。6位、オランダ。昨日はワンミスです。1投目はノーミス、33秒台でした。2投目です。オランダボーダーの2投目、うまい、アウトからかぶせた。さあ、非常にハンドシグナルがはっきりしてます。そうそう、はい、来ました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 。マウンター、あーと回した、わー、落ちました。34秒台のワンミスです。3投目です。オランダ一歩発情のようです。さあ、発情権に成績で委ねられるでしょうか。ノーミスで走っておきたいところですが、1投目の犬はノーミスで好タイムでした。2投目はバーが1本落ちてます。先行スイッチ、はい、処理しました。先行スイッチ、うまい。さあ、注意深くいってます。ノーミスでいきたい。そう、いいところへ。そう、そう、ノーミスです。34秒台のノーミスです。さあ、最後の犬に期待ですね。さあ、イギリスです。5位、イギリス、ワンミスになってます。まずトップはグレグです。グレグのボーダー、先行スイッチです。当然先行スイッチでしょう。あー、レプチスピードを考えてます。ここは先行スイッチしない。うまい、さすがです。おっと、ここは、あー、失敗です。あー、このイージーなトンネルトラップ処理しきれないでしょうか。うーん、もうダメですね。雑になってますね、ハンドリング。さあ、2投目です。イギリスのハンドリング、イギリスのアジリティのレベルが問われています。このボーダーも速い、このボーダーも速い。音出ました。これを先行スイッチでないと処理しきれないのがおそらくイギリスのレベルじゃないでしょうかね。拒絶を取りました。そうですね、そうでしょうね。
会場からはブーイングですけども、しょうがないでしょう。これは、はい、圧倒的に速いですけども、おーっと、ブレた。35秒台では見つかってます。イギリスの3投目です。これでイギリスは成績下がります。さらに下がります。ブレイクが失格しました。1投ワンミスになってます。3投目です。出ました。先行スイッチをしないでこのスラロームを処理できるだけの技術を持ってないと苦しいでしょうね。今も世界大会は先行スイッチで処理できるシーケンス、ほら、こういうことをしてはいけませんね。そういうシーケンスじゃない、そういうレベルじゃないと言いますか。イギリスの最後です。一投失格。パーフェクトランは一投も出ないんでしょうか。イギリスチーム8回走って8投走って、今のところ7つ走って1個もパーフェクトランありません。ジャンピング出ました。この人が一番アジリティ分かっているようですが、どうでしょう。昨日はトンネルに引っかかりました。ジャンピング先行スイッチです。ちょっと遅い、ここも先行スイッチです。だけどスラローも先行スイッチでないと処理できないというのはもう確実にイギリスの弱みですね。おーっと、またやりました。これはテクニックじゃないですね。このトンネルが悪いですね。面白くないですね。もう流してます、ハンドラー流してます。最後まできちっと走ってほしいですが、流してます。39秒台。結局ジャンピングでは一つもパーフェクトラン出せませんでした。全く屈辱的な成績じゃないでしょうか。さあ、これからが本勝負です。ルクセンブルグ、ノーミス4秒差、トップアメリカと4秒差ノーミス。これから4チーム、4カ国のチーム、どのチームが来てもどのチームも優勝の可能性があります。直します。さあ、もう直せませんね。あんまり直してると怒られます。アウトから抑えます。ちょっとハンドルは硬いでしょうか。絶対ノーミスでいきたいところですね。会場はシーンとしてます。ルクセンブルグチーム4位。ちょっとハンドラーの動きは硬いです。非常に硬いです。非常に硬い大丈夫でしょうか。犬の動きも非常に悪いです。さあ、ここから、はい、先行しませんでした。最後は大丈夫か。はい、大丈夫です。34秒台でノーミスです。まず1つ来ました。さあ、2投目です。これはキャトルドッグ、キャトルドッグ、ルクセンブルグ2投目キャトルドッグ、優勝圏内にいます。1投目はノーミス、昨日もノーミス、トップと4秒差、トップアメリカと4秒差。1投目の犬はパーフェクトランです。6秒差です。6秒差だとちょっと苦しいですね。あっと、おっと、動き悪いですね、犬の動き。このままだとこの犬は完走してもちょっと標準タイムクリアできませんね。ワンミス、すでにワンミスになってます。
5と、ロングジャンプのコンポーネント1つ落としてます、かなり、タイム的には苦しいです。ミスが2つ出てます。イギリス、ブラジルに負けたそうです、世界のレベルがブラジルに負けてます。イギリス、ルクセンブルグはヒンキーです。ルクセンブルグ期待のヒンキー、ヒンキーのボーダーをアウトから抑えるようですね。十分にリードアウトしました。スタートです。タイムを縮めれるとすればこの人です。ヒンキー、会場はシーンとしてます。泣いてる。おっと、ヒンキー、思いもよらぬ、思いもよらぬミスです。ヒンキーが、あのヒンキーが本当にとんでもないハンドリングミスしてしまいました。おっと、意識してましたね、ヒンキー。この辺がやっぱりフランスとの差でしょうか。さあ、3位スイスです。トップアメリカと 1.7 秒の差、もう十分に逆転可能です。ただしエアプレーンです。さあ、こっからは本当にメンタルの勝負ですね。なんという、さあ、とんでもないことになりましたね。まず1頭は失格です。スイス走りきれませんでした。ハンドラー走りきれませんでした。イージーミスですね、普通なら。しかし精神的な、本当に精神的なものの争いになってます。スイスの2投目です。1投目は失格してしまいました。とんでもないことになってます。ルクセンブルグももう消えました。同時スタート。おお、2頭失格です。2頭失格。スイスも消えました。スイスも消えました。トニーです。もうスイスは消えました。とんでもない成績になってます。スイス失格が2つも出ました。さて、この人のハンドリングには注目です。スイスのトニー、次の時代のスイスを担うという、世界を担っていくんでしょうか。トニー、このハンドリングは見ものです。バックで処理します。うまい、もう抜群のうまさですね。うまい、トニーはうまいです。さあ、ラインを作った。そう、うまい。そう、トニーはうまいです。さあ、さあ入れて、あー、トニー、なーんと、3つも失格です。スイスは3つも失格になりました。4つ失格したらどっかの国と一緒ですね。さあ、同時スタートでしょうか。スイスの4人目です。もうスイスは完全に消え去りました。もう非常に悪い成績になってます。去年までのこのフランスチームの強さというのが光ってきますよね。いかにアジリティ、ノーミスを4つ揃えることが難しいかというんですね。これは拒絶です。おーっと、
ード出ました。このジャッジもノルウェー、2位ノルウェー、逆転できるとすればノルウェーしかないです。アメリカの優勝はもう目前です。さっきも目前でしたが、はい、うまい。さあシェルティですね。これはこのままでいけばパーフェクトラン、うまい。先行スイッチできました。走れ、もっと遅い。ほらほら遅い、ほら遅いって言ったでしょ私。あ、失礼しました。つい余計なこと言ってしまいました。さあとんでもないことになりました。1投目の犬は失格です。ねえ、もうそのパーフェクトラン目前というところで失格です。さあ2投目です。もう後がありません。ノルウェー、一つでもミスしたらとんでもない成績にいきます。はい、うまい。ブラジル今年はいいとこ行くんじゃないでしょうかね。さあちょっと、おっと、うまい、うまいかどうか、失礼、拒絶取ってない。今の拒絶取ってなくて怒ってます周り。ノーミスです。さあそうですね、ここはゆっくり行ったってのもない、インに入って、おお、はい、ノーミスで33秒台です。さあフィンラン、ノルウェーの3投目です。1投失格してます。1投パーフェクトランノーミスです。オランダがまだ生きてますよね。ノーミスが2ついます。あ、オランダ生きてないかも。さあ3投目、うまい、非常にうまいです。さあ最初のトンネルトラップに向かっていきます。さあこの人脚力ない、うまい、うまい、脚力はないけどテクニックでカバーしました。さあ2つ目の、うまい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 、そんなとこ行っちゃっていいのか。遠隔で処理します。いやーと処理しきってます。さあここは、ここはほら離れたのが間違いです。これでもうなくなりました、なくなりました。これでノルウェーもありません、ノルウェーはありません。オーストリア、スペイン、悪くても2席3席です。さあノルウェーの4投目です。とんでもないコースが最後に待ってました。ジャンピングの難コース、ノルウェーのジャッジ、自国の選手を潰してしまいました。非常に難しい、非常にトラップ性の強いコース。さあアメリカの走りに注目です。非常にコントロールのうまいアメリカ、この難コースをどう処理するでしょう。さあアメリカがどうするのかというところですね。ノーミスでした。さあそのアメリカチームです、このアメリカチームです。さあ優勝は目前です。ノーミスでさえいけばトップになるでしょう、おそらく。さあ出ました、コントロールはアメリカは強い。こんなトンネルトラップは普通ならもう持ってこい、任しといてくれというようなコースです。さあアウトから落とす、リアスイッチを使いました。さあうまい、さあ先行スイッチです。ここはうまい、そうまっすぐに入れ切りました、うまい。さあここは先行スイッチしない、マッケンブルグ2投目です。まずは1投、タイムは今一つでしたがパーフェクトラン出ました。すごい争いになってます。最後のコースは非常に難コース、
フルランコース、しかしアメリカにとってはプラスじゃないでしょうか。はい、こういうスラロームあるいはトンネルトラップ、これはアメリカ非常に強いはずです。はい、うまく入れました。先行スイッチから2つ目のトンネルトラップ、ここもそうですね、うまいです。トンネルトラップの練習のようなコースです。リンダ・マッケンブルグ、さあここもそうです、任せてくれですね。インに入りました。さあ2つ揃えてくるでしょう。はい、2つ揃えました。アメリカの3投目です。パーフェクトランは2つ出てますけども、タイムはもう今1つです。タイム差、タイムの争いになるんでしょうかね。最後はノーミスはアメリカだけらしいですね。じゃあノーミスでいけば優勝ですね。3投目の犬、どれだけ遅くてもいいです、いいからノーミスでいきたい。この犬でも決めておきたいです。アメリカ会場はシーンとしてます。こんな静かなのも初めてじゃないでしょうか。うまい。さあさあ、あと5つ、あと4つ、あと3つです。あと3つ、あと3つ、あと2つ、あと1つ、スタンダードはアメリカが優勝です。エリシアです、自分で決めたかったんじゃないでしょうか。エリシア、アウトコントロール、まあ、エリシアにとってはこの程度のコースは、おっと拒絶一つです。お、二つです。エリシアにとっては何でもないコース、失格です。はい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 、はい、さあシーズン券です。シーズン券の1投目はクロアチアです。クロアチアのシェパード、拒絶です。同時スタートします。おお、これは拒絶ですけどね。ハンドリングミスですよ。3投目、オランダはノーミスが2つ出てるんじゃないでしょうかね。この犬次第で成績がそれするはずです。オランダだとすればパーフェクトランで行きたいところじゃないでしょうかね。
買うところかぶせる、かぶせ切りました。さあしかしタイムはちょっと苦しいでしょうね。ルクセンブルグです、ノーミスをパーツ揃えてこの下のところへ持ってきたかったんじゃないでしょうか。今かなり出てますが、惜しかったですね、ルクセンブルグ。